はい、おはようございます。ラスカルでございます。先日行いました武蔵屋さんの食べ比べ食べ歩き企画、本日はですね2軒目巡っていきたいと思います。本日ですね2軒目に訪れておりますのは三鷹にございます武蔵屋さんでございます。事前にねお伺いしている情報だと、こちらの三鷹の武蔵屋さんはかなり出汁感のあるフレッシュな家系がいただけるということでして、僕もね基本的には超土濃厚系ってよりかはじんわりとしたね癒されるというか、そんな家系のラーメンが大好きなので、早速お店の方に向かっていきたいと思います。もうすでにお店真横のねパーキングに停めてるんですぐなんですけど、もう見えてますね。ということで本日訪れております三鷹の武蔵屋さんはこちらでございます。そしたらですねそろそろ食券の方を買ってラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っております。営業されてるので、ちょっと小声で今回撮影したいと思うんですけれども、本日もですね、1杯目の波をいただいて、その後に特製にプラストッピングをして、まあ、カスタマイズをね、したものを食べていこうかなと思います。で、こちらの武蔵屋さんもですね、ライスは無料で、しかもおかわりも無料ってことなんで、ライスとね、合わせて食べていこうと思うんですが、ライスはね、こんな感じでセルフになるので、こっからライス取って、お漬物も無料でございますんで、まあ、ちょっとわがままに持っていきましょう。とまず1杯目はこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ということで1杯目の、ね、ラーメンが到着いたしました。じゃあ波のラーメンはこんな感じでございます。めちゃくちゃうまそう。そしたらこちらのラーメン早速ねいただきます。とまずスープということで、よっ、あー、チー油とだし感といいスープですね。いただきます。うわっ、うわっ、うまいっすね。返しはねしっかりと効いてるんだけど、スープはだし系フレッシュでいいスープだわ。ちょっとねいっちゃいましょう。このねスープとこの麺の相性やばいわ。めちゃくちゃうまい。うん、これは大事よ。うん、うん、海苔とほうれん草いっちゃいましょう。ちょっと贅沢に海苔ほうれん草麺合わせてこうなっちゃいますよね。この麺に米たまんないですよね。はい、すいません、ありがとうございます。やっぱり本日も案の定ですね、この1杯のラーメンに対して1杯のご飯じゃ足りませんので、おかわり追加していきましょう。2杯目はもちろんね、これ特盛りでライス追加しました。ならこの辺りで味変ということで、ニンニクを追加していきますか。ちょっと今回もこんな感じでね、味が広がりすぎないようにレンゲで溶いてこれでいくわけですよ。はい、どうも、始めます。やっぱりね、返し醤油の香りが強いのでニンニクが加わるとパンチ力たまんないね。いや本当にこのスープ、いわゆる武蔵屋さんのゴリゴリっとした濃厚なイメージとは違って、出汁を感じるフレッシュな味わいになってるね。
ません、もうただいまですね、完食させていただきました。ちょっとね、このスープは飲んじゃうな。ということで、1回目のラーメンですね、ごちそうさまでした。もちろん本日はですね、2杯目も購入済みとなっております。この後ね、こちらわがままトッピングで2杯目食べていきたいと思います。ちなみにですね、本店さんにも書いてありましたけど、カウンターのこのここライスとかラーメンの食べ方も書いてありまして、こんな感じでね、いろいろとその1からその5まで書いてあるので、ぜひね、皆様もお店おすすめの食べ方楽しんでみてください。はい、すいません、ありがとうございます、いただきます。ということで、ただいまですね、2杯目のラーメンが到着いたしました。2杯目にいただきますのが、こちらのお店だと上という表記なんですが、いわゆる他のお店で言ったら特上ですね、のラーメンに、まあ、チャーシューだったり海苔でほうれん草も混ざしていただきました。先ほどね、ちょっと1杯目いただいた時に出汁の旨味とかをしっかりと感じたので、今回はあえて味薄め、いわゆるその醤油ですねを少なめに調整させていただきました。2杯目もね、いただきたいと思います。あ、うまい。やっぱりね、薄めにすると先ほどよりもだしって感じが広がってうまいですね。で、今回はね、中でも大でもなくて並なので、具材とね、ご飯食べていこうと思います。うん、うまっ。チャーシューもしっかりと火が入ったタイプというよりかは、低温チャーシューのようにほんのりピンクが残ったようなチャーシューなんで、かなりね、お肉も柔らかくて、これだけでご飯いけますね。で、ちょっとね、こちらの三鷹の武蔵屋さんでは他の家系でもなかなか見ないトッピングがございまして、ちょっとね、これ見えにくいかもしんないんだけど、黒いのが焦がしネギなんですよ。だしっぽい香りの強いスープなので、焦がしネギが入ることで香ばしさっていうのかな、それがアクセントに加わって、またうまいですね。ぜひ皆さんもお試しください。もうね、こんだけ海苔増ししたら、一口に2枚ずつ海苔使ってもなくならない。結構遠いですよね。あ、本当ですか、よかった。ちょっとやっぱりね、案の定ライス1杯じゃ足らないので、おかわりしていきます。ちなみにね、撮影が今12月8日現在なんだけれども、並のラーメンだと650円です。安すぎる。本当に近所にあって、これ食えるんだったら毎日通いたいもん。バチバチ好みの味っすね。ちなみにですね、こちらのお店さんではつけ麺もございますので、今回の動画では食べないんですけど、気になった方はね、SNS 等を調べて食べに来てみてください。という間にご飯もないですし、具材も麺もほぼないっすよ。どこ行ってもそうだけど、うまいラーメン食べてる時は幸せだし、一瞬ですね。そしたらこちらの味玉がラストでございます。
はい、ということでですね、ただいま三鷹の武蔵屋さんで食べてまいりました。いやうまかった、マジでうまかったわ。いわゆるね、武蔵屋さんのイメージである濃厚系のスープじゃなくて、本当にね、出汁が効いたじんわりとしてるんだけれども、醤油のね香りもしっかりとする、めちゃくちゃねうまいスープでございました。で早速ですね、三鷹店さんの味なんですけれども、まずは油、これはね多めにプラス1って感じかな。油の量とか油の主張っていうのかな、こういったのもねはっきりとしてるんですけれども、それよりもこのスープとか返しの部分、主張がねしっかりとしているので、量はあるんだけれども多めのプラス1ということで、で返しなんだけれども、これもね強めのプラス2ぐらいかな。こう一口目の塩分だったりとか醤油の香り、こういったのもねバチッと決まってる感じなので、家系のその醤油のいい香り、こういった部分が好きな方はもうおすすめ。ただ塩分とかはねちょっと控えめの方が好きかもって方は薄めに調整してもいいと思います。でスープなんだけど、これはもう間違いなく出汁系にマックスですね。いわゆる家系の骨の旨味、こういった部分もしっかりと感じるんですけれども、何よりも背がらっていうあの背骨のね、ここにお肉がいっぱいついてるんですけれども、多分そういった部分の出汁から出てるお肉の旨味、そういったね香りがしっかりと締めてるスープなので、家系でねじんわり美味しく、もう五臓六腑までね締めるようなスープを食べたいなっていう方は、ぜひねこちらの三鷹店さんで美味しいラーメン食べてみてください。今回のね一杯をまとめますと、醤油の香りがバチッと効きながらも油のバランス、このまろやかさがねちょうど良くて、そこにこのスープのねじんわりとした出汁のような旨味のあるスープが合わさって、最高にうまいラーメンでございます。まだまだね本店さんと三鷹店さんの2店舗しか伺ってないですけれども、これはねちょっと他の武蔵屋さん回っていくのも楽しみになってまいりました。今後もですね、このシリーズをどん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 続けていこうと思いますので、面白かったなと思ってくださった方はぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。